よりも明らかに早く書けたんですねで1回目の時にやらなかった、まあ、この付箋を使った僕の中のシステムってい今日はねリクエストがあってどのように論文を効率的に書いていくのかっていうことで、まあ、結構これっていうのは長い論文だった時に、まあ、僕が以前とかいうか最近、まあ、使ったというか今まで気づかなかったんですけどこれにすることによって明らかに書くスピードが速くなったっていう方法があるのでそれで、ね、皆さんにお伝えしていきます。で皆 例えば論文書くときになかなか進まないなとかこうなんかモヤモヤしてなんか消したり書いたりとかそういうことってないですかね、まあ、その場合っていうのは今日の動画っていうのはねあの有用なんじゃないかなって個人的に思ってます。 さすがに、ね、今日もねあのお伝えしていきたいと思います、まあ、いつもって僕はね座ってるんですけれども、まあ、今日はちょっと立ってる理由とかちょっとあの今物が結構なくなっちゃって今その目の前にあのテーブルがあるんですけど、まあ、いつものテーブルってちょっと、まあ、なくなっちゃって、まあ、せっかくねちょっと今目の前どういう風か見てみましょうかいつもこれ皆さんが見てるの逆側なんですよちょっと全然何もないじゃないですかまあなのでねあのこっちでねあのお話ししていきたいと思います でまあ、これっていうのは皆さんが卒業論文とか修士論文とか、まあ、僕使ったのっていうのは実は本の一章を、まあ、その APA っていうところにもお願いされて書いた時に本の2チャプター目だったんですよその本の章を書くっていうのが2回目だったんですけどその時に1回目よりも明らかに早く書けたんですね。で1回目の時にやらなかった、まあ、この付箋を使った僕の中のシステムっていうのをこれ皆さんにねお伝えしていきます。 で、まあ、これって皆さんから見ると、今、まあ、付箋があって、まあ、ちょっと文字とか多分あんま見えないと思うんですけれども、付箋があって、まあ、なんかいろいろこう横に流れてってるじゃないですか。まあ、ここっていうのは明らかに長い感じしますよね。で、ここっていうのはまあ、そんなにないと。で、ここっていうのはあんまりないと。だ例えば、これ皆さん使うパターンとして、まあ、その、例えばじゃあこれが、 普通の卒業論文とか、その何て言うか、修士論文を書くとしましょうか。まあそういう時って僕って例えばこの順番で書いた方がいいですよって、まあその他にもね、動画って出したら例えば証言の書き方とか、そういうところは深掘りしていかずに、この動画ではどういうふうに書く前にシステムを作っていくのかっていうのを簡単にお伝えするんですけども、やっぱりなかなか書けないな。これ僕もあったわけですよ。 パターンとしてはやっぱどうしてもなんか各量が多すぎてどこから始めていけばいいのかわ、まあ、からないっていうところに、まあ、たそのまあぶつかると思うんですね。で例えば普通の論文だったら初言が来るじゃないですか。ごめんなさい初言の前にアブストラクト。録 でその後に書言が来てでその後に方法が来て結果が来て考察が来てでまあなんか皆さんが使った論文を最後に突っ込むみたいな3文献っていう系その,のがあるのでもうわりかしパターンっていうのがまあ何て言うか分けって考えることってできると思うんですけどこれ僕何でこれを使ったかっていうと、まあ、その本の章っていうので僕6,000文字書いたんですよ最近2ヶ月前ぐらいに。で正直普通の研究と違ってなんかそのここに書源書いて でここに方法を書いてっていうようなシステムではあの本の章って書けなないんですよそのなんか実験をやったわけではないので。 1>, で1回目に書いた時に何か異常なぐらい僕時間がかかったなっていうのを覚えてるんですそれが1年前ぐらいなんですけどで最近書いた時に何か早く書ける方法ないかなと思ってまずやったものっていうのはこれ皆さんあの卒業論文でもやってもらってもあの全然いいんですけれどもまず書くだろうなっていう内容をこれ順番関係なしです順番関係なしでバーってまあ、付箋を使うわけですよまあ、なので例えば皆さんが書く内容っていうのはあこれは絶対書くな、まあ、これは書くな これ若くなって書くだろうとか書いた方がいい内容っていうのをこうボンボンボンもボン書いていくわけですよ。で、まずそれができるまで書いてみるんですよ。なのでまあこれぐらい書いたなと。まあ例えばこの項目は絶対に入れたいと。 ここは絶対入れたいと。例えば皆さんだったら、じゃあ、まあ、初言のこの情報、初言のこの情報っていう風に分けてもいいんだろうなと思います。例えば、初言書きにくいっていう場合は。で、その後っていうのはグループを決めていくというか、まあ、まず、大事なところとしては、書くだろうなっていう内容っていうのを全部書くわけですよ。OK ですね。で、それをやった後に、僕やったっていうのは、 じゃあこれっていうのはどの順番が一番いいんだろうなっていうふうに順番を並べていくんですよ。あ、じゃあこれが一番最初だなと。この内容っていうのはここだな。この内容ここだなっていうふうに、まず並べてみて、まあこう後ろから見比べてみるわけです。まあなので今ここってあるんですけど。で、例えば初言だったらこのこ、この内容だなと。で、じゃあ方法がきますよってなった時には、まあじゃあこれここに行きましょうか。 方法って絶対初言の前に来たらおかしいじゃないですかね。じゃあ方法ここら辺だなっていう風に。まあその何て言うか、塊ごとにあの分けていけると思うんですよ。うんまあ、方法とか初言とか結果とかって正直もう塊に分けてるんで、そこまでまあ迷うことってないと思うんですけど。でも例えば方法の。これはここに書く。これここに書くって順番で並べていけるじゃないですか。っていうのを。まあ僕ここでやったんですよ。で、だからさっきもお伝えしたように。 本の一章っていうのは、その、例えばこれこういう風に書いてください。意外とシステムがないんで、自分でシステムを作りたかったんです。どういう風に組み合わせていけばいいのか。だか例えば、 まあやった方法としては、まあ、その研究内容っていうのは別にこれ皆さん全然覚えてもらわなくていいんですけどまど、あ、人と、まあ、その自分の心と対話する、まあ、セルフトークっていうまあ研究領域があって、まあ、それと注意集中っていう、まあ、どんなことに集中したらいいのかっていう内容で僕書いたんですけど、まあ、なのでその2つでまあ書いてほしいって言われた時にじゃあまずセルフトークの例えば 定義とは何かととかかそのの注意集中の定義とは何かみたいな最初に絶対あったらいいだろうなっていうところがここに入ってるんですよ。うん、でまあ2つっていう内容があるんでじゃあセルフトークでこれは絶対話した方がいいなとか、まあ、これっていうのがこれは新しいだろうとかこれはすごい大事だろうって話す前に大事だろうなっていうのをまず並べたんですよ。でそのの次っていうのはその 注意集中っていうところが次話的には次来るだろうなと思ってそれでじゃあどのようにその注意集中っていうのを順番で話した方がいいのかなっていうのをだここが全然分かってなかったんです最初でもこんな意を話すだろうこんな意を話すだろうっていうのを全部つけてそれをまあ並べてみるとうんでここっていうのもまあ同じような感じですよなので最初全部書いてまあ眺めてみるっていうのを おす,すめしますでそれによってやっぱこれいらないなとかこれいるなとか順番変えたりとか例えばその一つの内容がこれはいるなっていうところがめちゃくちゃ多かったとするじゃないですか。ってことはそれが1列みたいになるみたいなそんな感じです。でそういうふうにそのあまりにも大きすぎる、まあ、6,000文字で僕からすると大きかったのでそれっていうのをまあ分けて考えていくとなんかちょっと。 一つずつ小さくなるんですよ。で、じゃあ、いざ全部書くのが決まったとしましょうか。ってなった時に、一回自分の頭の中で、あ、これってこういう風に進むんだなっていう風に完成してるんですよ。で、じゃあいざ書いていくじゃないですか。で、書いていくと、まあ、その本の一章を書いてくださいっていう風に今お願いされたので、まあ、一応詳しいからお願いして、まあ、いただいたんですけど、なので、まあ、正直もう、 全然頭の中に全部入っている情報とかってあるんですよ。すぐに書ける情報とか。でも、なかなかちょっとこれ書きにくいなとか、これまだ以前一回も書いたことないいう、ないっていう情報とかがあったりして、で、並べた後に書いて終わったところには、例えばなんかこれ赤が見えるかわからないんですけど、赤色のマークでチェックしてるんですけど、なので、これってチェックが順番についていったけど、なかなか書けなくて飛ばしたところとかもあるんですよ。 とかまあやっぱり書いてる時に、まあ、これはそこまでもしかしたらなくてもいいなとかこれすごい例えば情報量が多いからこれじゃあ2つに分けて考えようかなみたいな感じでなんか1段落2段落みたいなっていうふうになんか大きいものを小さくしていくっていうのをこれね皆さんにお伝えしたいなと思います。で、まあ、この書くメリットっていうのは、まあ、結構これ僕も書いた時になんかテンション上がったと思うのが「あじゃあこれって何個あるんだろうと」と今数えてみよう。 26,27。26 27 <laughs> まあ、十七あるんですけど、まあ、一応、じゃあ、例えば、27あって、1個終わったとしましょうか。ってなったときに、あ、今、27分の1だなって思えるじゃないですか。で、じゃあ、27のうちに、じゃあ、2個終わったとしましょうか。ってなったときには、あ、今、27分の2だ、みたいな感じで、まあ、進んでいく経過っていうのが見えるんです。なので、例えば、13まで行ったときっていうのは、あ、じゃあ、今、あともうちょっとで半分だ、みたいな。で、14終わったときに、今、半分超えたな、みたいな、今、どこまで来てるのかっていう、 経過が見えて、終わった時になかチェックとかつけていくとちょっとテンションも上がっていくんですよ。なんかそういう情報とかもあったりして、なんかこういう風にチェックつけていくと、なんか満足感って出るじゃないですか。まあ、ドーパミンが出たりとかして、まあ確かにこのやり方って僕にとってはね。すごい合ってたなと思います。なので、例えば皆さんがすごい。長い論文とか書いたりとか、文章を書くときにまあ、すごい大きなことをやる。でもいいんですけれども、もってなった時にやっぱりあまりにも大きすぎると。 何していいのかを始められないいってその大きいものっていうのを小さいところに考えてでどういうふうにやったら完成するのかなっていうのを一回頭の中で作ってから進めるっていうのをおすすめします。まあ、だけど多分質問としていやでもなかなかそんなうまくいかないとか例えばなかなか文章書けないとかこれあると思うんですよ。 とか,なんか一応僕もこれ聞いた話で僕もやったことあるんですけどまあとりあえずまず書いてみるとかあるんですけどあんまり僕とりあえず書いてみるっていうのは意外とおすすめできなかったりしてまあやっぱりどういう感じでこれっていうのが完成するのかなっていう考えてからあの書いてみるっていうのは僕ありだと思うんですけどまあやっぱりどういうふうに終わらせるのかっていうプランをね最初にするっていうのをこれ皆さんにねお伝えしたいなと思います 今日もね、早速ね、ボーナスポイントに入っていきたいと思います。でもここまでね、内容っていうのが参考になった場合、あの、よかったらね、高評価よろしくお願いします。またね、あの、概要欄に、例えばどういう風に論文を書くのかとか、どういう風に英語で論文を書くのかっていう、まあ、その戦略みたいなガイドっていうのは、まあ、概要欄にあるんで、よかったらね、ご覧ください。じゃあ、早速ね、ボーナスポイントについてお伝えしていきたいと思います。 まあやっぱり日にちを決めるっていうことで、これについてお伝えしていきます。まあやっぱりこれ僕も、まあ他の方とか、これ僕もね、以前の経験とかで思うんですけど、まあ論文ってすごい大変だなって思うのが、例えばこれ卒論とか修士論文ってなった時には、まあ基本的には締め切りで決まってると思うんです。 うん、でも例えばそういうようなところじゃない例えばじゃあ例えばまあ今論文書いてますとこれ卒論でもないし修,論あの修士論文でもないってなった時に、まあ、結局その自分がいつまでに書くっていう風に時間を決めないと結構ズルズルいっちゃうんですこれ僕もねそういう経験ってあります。で例えば論文としててじゃあこのの全部っていうのを じゃあまあ1ヶ月2ヶ月後に書くっていうような目標って決めれるんですけど例えばってことは例えば 1>, 1ヶ月後にはこんだけ半分書いてないといけないなとかまあじゃあ2週間後には4分の1だなとかじゃあ1週間後には8分の1だなみたいにどんどん分けることによってなんかいかにもすごい大きい感じがするのがなんかいい意味で小さく見えてくるんですよなのでできるだけ小さく見えるようにしてまあ論文を書き始めるっていうのをまあ皆さんにねあのお勧めさせていただきたいなと思います このチャンネルではね、まあ、留学だったりとか、まあ、研究論文ね、あの、関してお話ししてるので、まあ、よかったね、逃さないね、チャンネル登録されてください。で、こっちの動画では、どのように、例えば、どういう順番で論文を書くと、例えば書、書言とか、方法とか、どういう順番で書くと、まあ、明らかに効率がいいのかっていうね、話してるので、よかったね、ご覧ください。それでは皆様デ YouTube でお会いしましょう。w i l l、really、t a l k s Peace.